U132 オタマーン・スイジル・ビール・ E は、ウクライナの保有したフリゲートである。独立ウクライナにとっては、最初の艦艇であり、ロシア連邦軍の指揮下からウクライナへの脱出事件を起こしたことでも知られる。艦名は、18世紀の国会コサック軍のキー種の、オタマーン・スイジル・ビール・ E にちなんだもの。正式には、U、U132 としか呼ばれなかったが、 本格的に運用されればこの名称が用いられる予定であった。U132 オタマーンスイージルビールイはソ連時代に計画、建造されたディーゼルガスタービンコン号大き関搭載対戦艦,艦艇である 159A 号計画型警備艦の9番艦として建造された。1967年4月26日にはロシア共和国。 カリニングラートのソイバルト海造船工場、ヤンターリで寄港、同年8月15日には浸水した。1968年1月12日には、警備艦の SKR-112 として、正式にソ連海軍に登録された。その年の5月30日には竣工し、6月11日付で二重赤旗受小バルト艦隊に配備された。しかし、 その年の9月21日には国会艦隊に配備替えとなり、艦の行動の取れる秋のうちに長距離に及ぶ開港が実施された。バルチースクを出港した SRK-110 にはヨーロッパを大きく回り、地中海を経由して国会沿いのセバストーポリに到着した。1969年8月30日から1970年1月31日に、 かけては、地中海海域における、軍事作戦で、実戦行動に従事した。これは、中東戦争のため、エジプトを支援するためのものであった。1980年5月27日から1981年2月10日に、かけては、セバストポリノエスオルジョニキーゼ記念、セブモルザボードで、中期修理を受けた。その後は、大きな事件に出会うこともなく、 平穏に生涯を閉じるはずであった。しかし、そうした SKR-112 の平凡な後半生は1991年のソビエト連邦の崩壊により大きく火事が切られることとなった。ソ連から念願の独立を果たしたウクライナは広大な国会を抱えることとなった。海洋国家を辞任するウクライナはその実力を行使するため強力な海軍の建設を 熱望したこの方針は全国海艦隊を焼中に収めて、おこうと図るロシア連邦と真っ向から対立した。1991年の独立後、ウクライナでは国家海軍の建設に拍車がかかった。ロシア連邦国海艦隊の警備官、SKR-112 が新しいウクライナの国旗を掲揚し、ウクライナ本土へ逃走するという事件が発生したのは、 まさにそうした、最中の1992年7月21日のことであった。この日、SKR-110 には、セルヒー・イナステンコ海軍隊員の指揮の下海軍基地のあったクリミア半島のノボーゼ・ールネから、オデッサへの無許可航行を観光した。SKR-110 には、ウクライナ市民へ指示を促すプロパガンダを行い、一方ロシア海軍の司令部は、 他の艦艇や航空機を持って、これを激しく追撃した。それをかわし、ヨーヨーデッサに到着した、SKR-112 は、後に、ウクライナのポチョムキンと呼ばれるようになった。そして、SKR-112 は独立ウクライナ海軍、最初の艦艇となった。ウクライナロシア両国間での協議の結果、1993年7月7日には、 ロシア海軍を正式に除籍され、独立記念日の8月24日に公式にウクライナ海軍に編入された。官名は U-132 に改められ、将来的にはオタマーン、スイジル、ビールイという官名が与えられることになった。U-132 はセバストーポリに戻りそこを母校とした。指揮官であったナステンコはウクライナ海軍の最有力艦であるフリゲート。 ヘイチマン・サハイダーチュヌイーの指揮官に就任し、長く、これを務めた。U132 は1997年まで、ウクライナ海軍に在籍したが旧式のため、本格運用されることはなく、この年に海軍を除籍となった。正式な官名も与えられることはなく、艦番号すら別の艦に転用されてしまった。除籍に前後し、ウクライナでは、 国家独立の一つのシンボルである U132 を保存する運動があったが商業的見地から無視され、館は売却の上インケルマーンにて解体された。ありがとうございます。